お帰りなさい、シン。義経か。天の聖杯の目覚め、誤算でしたか？それとも、まあ僕の脚本には最初から書かれていましたけど。終わってからなら何度でも言えるよね。っていうか義経、あんた小物っぽい。うるさいよカムイ。あら怖い。他の二人はどうした？サタヒコはスペルビアの工場を視察に。我が愛しの妹はいつもの狩りですよ。きっとまたたくさんのドライバーが餌食にされているに違いない。例の千本狩りか。コアの数を集めればいいってもんでもなかろうに。聖杯の現在位置はわかるか？誰に聞いてるんです？わかるに決まってるじゃないですか。カムイ、ヘイヘイ。現在グーラ領を町から離れるように移動してますね。町を離れてだと？そっちには何もないだろう。そのまま外に出るのかもしれん。ああ、それとなんだ、例の定期便出航したようですよ。アーケディアでのコアクリスタルの洗礼か。律儀な奴らだ。先にやるか。その件は俺が対処しよう。お前たちは聖杯を追え。了解です。天の聖杯、一度この目で見ておきたいと思っていましたし。ところでニアはどうします？所在が知れたのか？ええ、ほらこの交点、波長から見て白虎のものじゃないかと。どうやら天の聖杯と一緒に行動しているみたいですね。聖杯と、お前の好きにしろ。なるほど。ではお言葉に甘えて。モノケロス、このまま使わせてもらうぞ。ああ構わん。シン、あまり無理をするなよ。それなんだも？雲海羅針盤、サルベージャー筆形、雲海の地図みたいなもんだよ。ここをこうしてこうやって。今日何年の何日だっけ？新暦4058年の9月5日です。サンキュー。年月日を入れるとね。これは便利だも。世界中にはここグーラからが一番近いようじゃの。問題は船だな。町からの船は全て軍が管理してますから。まあ無理だよね。同感です。わしには乗れんぞ。わかってるよ。しかし困ったな。船に乗れればいいのかも。トラ、いいとこ知ってるもん。ほんと？グーラのお尻のところで船作ってる人がいるもん。先祖おじいちゃんの知り合いだったウモンっておっちゃんも。事情を話したら貸してくれるかも。よし、ダメ元だ。そこに行ってみよう。おっちゃん、ウモンのおっちゃん、どこにいるもん。誰だも。人が仕事中だってのに騒がしいやつも。ってなんだ、トラじゃないかも。久しぶりも、おっちゃん。ああ、久しぶりも。1年ぶりくらいも。うん、ちょうどそのくらいも。1年見ないうちにずいぶん大きくなったも。いわゆる成長期ってやつだも。お供もたくさん連れて。おっちゃん、レックスの兄貴たちはお供じゃなくてお友達も。兄貴、この人がウモンのおっちゃん。先祖おじいちゃんの昔の研究仲間で船を作るのが得意な人なんだもん。こんにちは。こんにちは。お世話になります。
そうか、トーラのお友達かも。お友達が増えるのはいいことも。トーラ、立派になったも。ところで、今日は何の用でここに来たも？実は、ウモのおっちゃんに船を貸してもらいたくて来たも。船？船だったらトリゴの港にたくさんあるも。なんでわざわざこんなとこまで来たも？それは…もしかして金がないも？そう、実はトラ、人工ブレードの花を作るのに全財産使っちゃってすっからかんなんだも。気分転換にちょっと船旅したいななんて思ったんだけども、船代が…よくまああんだけ次から次へと適当な嘘が出てくるもんだね。仕方ないだろう。トリゴから逃げてきたなんて言えるわけないじゃないか。まあそうだけどさ、トラなりに考えてくれてるんだよ。人工ブレイドって先祖さんたちが研究してた？花ですも。よろしくお願いしますですも。おお、これがその、いやーすごい。もさすが先祖さんの孫も。よし、わかったも。そういうことだったらいつでも船をと言いたいところだけど、今は無理も。なんでも？実はこの船、まだ作ってる途中なんだも。あとちょっとで完成なんだけど、材料が足りなくて作業が止まってるもん。理由はそれだけ？そうも、山より高く雲海より深い深刻な理由だもん。つまり材料があれば船を完成させられるってことだよね。まあそういうことも。じゃあ俺たちでその材料を集めてきたら？もちろん、急いで船を作って貸してやるもん。やったー、急いで行こう。トラ、みんな。わかったもん、みんなで材料集めに行くもん。それじゃあ借りてくも、おっちゃん。ありがとう、ウモンさん。おお、船旅楽しんでこいも。怪獣、こんなに近くで見るのは初めてだよ。俺もここまで近くに来たことはなかったけど、さすがにすごいな。すごい流れだね。落ちたら助かりそうもない。来たのはいいけど、どうやって向こう側に行ったらいいんだろう。ねえホムラ、ホムラに、ん？逃げて、レックス！ここにいちゃダメ！逃げろって、どうしたんだよ、いきなり！やめて、サーベント。どうしたの？
私の声が聞こえないの？まさか。ホムラ、みんな、ここです。大丈夫？ええ、私は大丈夫です。みんな無事みたいだね。しかしまたとんでもないもんに飲み込まれたもんじゃの。ここどこだもん。インビディアのアルスの内部じゃよ。桃？見ろ。なんだか気味悪いところだもん。俺たちもああなっちゃうのか。よしなよ、縁起でもない。皆さん、出口を探しませんか。インビディアの町は背中の方にあると聞きます。なんとかそこに出ることができれば。そうだね、こんなとこ早く出ようよ。あそこ、今何か光りましたもん。誰かいるですもん。まさか見間違いじゃないのかい。見間違いじゃないですもん。ふわふわーっと動いてましたもん。ふわふわーとか、人玉だったりして。よしなよ、そういうの。なんだニア、怖いのかよ。くだらないって言ってんだよ、子供かよ。やっぱ怖いんだ。そっか、ニアは人玉が怖いのか。うっさいなって。あれ、ホムラは？え？ホムラがいない。え？さっきまでそこに。ホムラ？ホムラ？呼びました？うわあ！何やってんだよ、やめろよそういうの。何って、向こう側をちょっと確認に。どうしたんです？なんだよ。いや別に。くそおお、ずいぶんと明るくなったわい。花もお手伝いしますもん。もっと明るくなったもん。ホムラも花も便利だね。それに引き換え、うちの白子と来たら。面目ございません。さあ、こんだけ明るければ怖くない。出口を探すぞ。おー！
こっちはぼんやりと明るいね。インビディアのアルスは背中の体表が半透明じゃからな。外の光がここまで届いているんじゃろう。ってことは今アルスは雲海の上か。おそらくな。光が来る方にたどっていけばここから出られるかもしれないですね。待ちな。この辺りじゃ見かけん顔だな。さしずめ漂流してる最中にアルスに飲まれでもしたってか。ん？そのブレイド、水玉色のコアクリスタル。なるほど、噂は本当だったか。噂って何のことだ。ドライバーなら誰しも一度は耳にする伝説のブレイド、天の聖杯。それが500年ぶりに目覚めたって噂のことさ。それにしてもまさかお前のような小賊っ子がドライバーとはな。俺がドライバーじゃいけないのか。いけなかね。そいつが普通のブレイドならな。だがそいつは普通じゃねえ。お前には過ぎた代物だよ小僧。天の聖杯とその剣を渡しな。まさかお前もホムラを誰が渡すもんか。威勢だけはいいな小僧。ユウ、ゾウ、お前たちは他の二人をやれ。この小僧は俺がやる。任せてくれっす、小屋さん。可愛がってやるぜお嬢ちゃん。どうしたどうした。天の聖杯じゃないのか。この感じ違う。この人もしかして。そんなもんかお前の力は。なら見せてやるよ俺とホムラの力を。避けた。足りめえだろ。遅すぎてあくびが出ら。ならこれでどうだ。レックス待って。力を送るのが追いつかない。もう逃げ場はないぞ。くらえ。え？終わりだ！小僧！小僧、お前ドライバーになりたてだろう。ドライバーってのはな、ブレードから送られたエネルギーを一時的に武器に貯めて、それをアーツとして使うんだ。貯められる量にもおのずと限界はある。後先考えずにアーツを放てば、いかに天の聖杯だろうとガス欠にならあ。ほんと何が。俺の名はバンダム。この先の村で傭兵家業をやっている。傭兵。ついてこい。天の聖杯の力楽しませてもらった礼に飯でも食わしてやる。さっき攻撃を受けた時に分かりました。あの人最初から本気で戦う気はなかったみたいです。あ、何なんだあのおっさん。なるほどな。楽園に行くために世界樹に近づいたら飲み込まれたってか。そりゃ災難だったな。バンダムさんはなんであんな場所に。ここのアルスはな、定期的に外の門を飲み込むんだ。村で使えそうな物資が流れ着いてないか探しに行ってみたら、お前さんたちと出くわしたってわけさ。そうだったんだ。着いたぜ。
ここが俺たちの村、フレースベルグだ。この村って子供が多いんですね。ドライバーとブレードもいっぱいも。ここではな、世界のあちこちにドライバーとブレードを派遣してるんだ。子供らはその時に保護した戦争孤児たちさ。身寄りのない子供たちを引き取っているのですね。大人になるまでの間っすけどね。独り立ちしてからはドライバーになるやつもいれば、服の仕立て屋になるやつもいる。てめえの人生をどうするかは子供たちの自由意志に任せてる。まあ、義の傭兵団ってたかっせ。慈善家なんだね。言うね、嫌いじゃないぜそういうの。しかし腹が減ったな。早いとこ飯にしようぜ。お水汲んできますね。バンダムさんは？すまんな、俺はビールを頼む。はい、わかりました。なんだ、ここの飯は口に合わんか。バンダムさんも戦争してんの？傭兵が気に入らないか。俺たちスカウトされるの？子供をスカウトするほど不自由してねえよ。安心しろ。そう、ならいいんだ。レックス、お前サルベージャーだろ？うん。サルベージャーが引き上げるものの中には軍事物資も多い。それはどう考える？俺はそういうものは扱わないよ。同じことさ。自流コンパスもエーテルコンロの調整バルブも軍や兵士の助けになっている。お前が食ってるそのパンのルスカコだってスペルビア政府から調達したものだ。この世界は戦で満ちている。その中にあって誰かと関係を持って生きる以上、それは戦に加担してるってことさ。違うか？それは生きるってのはな、この上なく残酷なんだよ。その残酷さから大切な連中を守るために俺は傭兵どもを作った。レックス、お前は天の聖杯のドライバーだ。戦は常にお前について回り、決して離れないだろう。その中でお前は何ができる？どう生きる？逃げることはたやすい。あの子を放棄すれば済むことだ。行くぞ、支度しろ。行くってどこへ？いいからついてこい。大噴気孔付近に異常な力の反応があるって調査を依頼されていたんだが、どうだ、手伝ってみる気はないか？いや、ただし手間賃はきっちりもらうからね。言うじゃねえか。うんじゃ行くぞ。初めて見るのか？これがエーテル正気だ。エーテル正気？アルスの体から漏れ出る毒素、いわゆる老廃物だ。俺たちも汗をかくだろ。似たようなもんさ。こんなのがあっちゃ先に進めないよ。
他に道もなさそうだし。まあ見てな。スザク、やるぜ。正気が消えた。ざっとこんなもんだ。さあ進むぞ。アルドンか、おあつらい向きだな。レックス、アンカーを使うのは飛び。まあ、そこそこには。ちょっと貸してみろ。見てよ。ところでワイヤーをたわませるのがコツ。実践でやってみせろ。一度見ただけでものにするとはな。やるじゃないか。いいかお前ら、ドライバーのアーツってのはな、何もブレードの力に頼ったアーツが全てじゃない。自分の力を使ったアーツ、相手の力を利用したアーツ、いろんなアーツがある。そのアーツを駆使してブレードを守るのもドライバーの役目だ。ブレードを守る？そうだ。ブレードに頼りきるな。流れてくる力を常に意識しろ。無駄遣いせず、確実にアーツを決め守れ。それができて初めて一人前のドライバーになれる。一人前か。なんだか遠そうだな。そうでもないさ。さっきの技だって得得するのに俺は5年かかってる。5年も？ええ。だがお前は一度見ただけでものにしちまった。レックスをサポートするニアやトラの動きもなかなかどうして大したもんだ。お前ら見どころあるぜ。なんだかこそばゆいね。おっちゃん顔怖いけど結構いいやつなのかも。今頃気づいたか。やはりな。アルス、確認された異常な力の反応ってこれのことだったのか。ああ、見ての通りだ。老衰というわけではなさそうじゃの。事故に巻き込まれたか、あるいは何者かによって倒されたか。死に煽られて迷い出てきやがったが。ブレイドがコアクリスタルに。モンスターがブレイドと同調していたんですね。トラは同調できなかったのに、モンスターのくせにずるいもん。でも今は花がいるですもん。花。これがドライバーを失ったブレイドの姿さ。もう元には戻らない？いや、
しばらく経てばコアの光も元に戻る。そうすればまた同調できるようになる。ただし。ただし？そん時には以前の記憶はない。まっさらな新しいブレードとして誕生することになるんだ。そうなんだ。なんだか悲しいね。以前のことを覚えていないなんて。覚えているからこそ辛いこと苦しいことってあると思います。コアが存在する限りブレイドの寿命は永遠。その永遠の時間を記憶のせいで苦しみ続けるとしたら。ホムラ、ごめんなさい。忘れることができるのも幸せなんじゃないかって思ったんです。さあ本来の目的を達成しまおう。それはコアクリスタルだもん。ブレードのコアはアルスから生み出される。こいつはまだ何者とも同調していない正真正銘生まれたてのコアだ。このコアは今後あまたのドライバーと出会い、その死を経験し、そしてまた記憶を新たにして別のドライバーと同調していくんだ。アルスの死、ドライバーの死、数えきれないほどの死の上にブレードはある。意志ある再生が歴史を作っているんだ。長い長い人以上の歴史をな。人以上。ホムラは出会った時からあの姿だった。ホムラのドライバーはまだどこかで生きているんだろうか。それとも。ほーら動かないで。男の子なんだからこのくらい我慢です。そんなこと言ったってしみるもんはしみるって。そういうホムラはどうなのさ。私はこんなのへっちゃらで。痛い。今わざとでしょ。わざとやりましたよね。ねえ。やってないやってない、普通に塗っただけ。嘘、こう塗りましたよ。お前らちょっと見せてみろ。どうしたってんだ。どうしてブレードであるお前が傷を負ったままなんだ。しかもレックスと同じ場所に。信じられん。そんなことってあるのか。でも事実。ただのアクセサリーかと思ってたぜ。んなわけあるかっての。ブレードはどんな傷を負ったとしてもすぐに回復する。コアを破壊されるかドライバーが死なない限り不死身だ。しかしお前らは。まあ仕方ないよ、こうなっちゃったんだから。困ったもんだな。これじゃどっちがぶっ倒れてもアウトじゃないか。一人前のドライバーはブレードを守るんだろ。なら俺はホムラを守ってみせる。
口で言うほど簡単なことじゃないぞ。バンダムさん、俺さ、この命をくれたホムラのために二度と死なないって決めたんだ。だから絶対に死なない。そして必ず楽園に行ってみせる。ホムラと一緒にね。レックス、お前楽園に行く？聞き捨てなりませんね。困るんですよ、脇役ごときに出しゃばった真似をされるとね。脚本が台無しじゃないですか。義経、裏切り者に名前を呼ばれる覚えはありませんよ。裏切り者、裏切り者、ミヤちゃんってばとんだ悪女だったってわけだ。私は裏切ってなんかない。ならなぜそこに？そこがあなたの居場所とでも？私は…おい、あいつは何者だ？多分ホムラを狙ってるイーラって連中だ。イーラだと？義経、あんたなんだってここに？そりゃあそこの天の聖杯ですよ。主演女優の姿くらい見ておきたいじゃないですか。真の差し金かい？ご明察。ああそうそう、真からあなたのことは好きにするようにって言われました。意味も分かりますよね。真が嘘だ。おやショック。まさか見限られないとでも思ってた？お花畑すぎるでしょう。ともあれ、あなたたちの出番はここで終わりです。さあまとめて退場してください。バンダムさん、これまでイーラの手で多くのドライバーがその命を奪われてきた。俺たち傭兵団だって例外じゃねえ。コアを奪うのがその目的って話だ。そうか、奴がイーラの義経。ユウ、ゾウ、村の連中を避難させろ。わかったっす。お前ら、はい、悪いね。当然だろ。いいかい、あいつのブレイド仮面は空間のエーテルエネルギーを操ってこっちが使う属性とは相反する場を一瞬で作り出すことができるんだ。つまり気の抜けねえ敵ってことだな。行くぞ。天の聖杯と同じ舞台に立てるなんてね。あっ、なぜドライバー？なんかダメージが連動してるみたいね、あの二人。天の聖杯は今人と同じで不死身じゃないんだ。だったら十分弱らせておいた方が後の作業がやりやすくなるね。目が離せんな、お前たち二人からは。バンダムさん、こういう敵にはこんな戦い方もある。
ホムラ、ホムラ。どうだった？傷は大したことない。疲れて眠ってるだけだって。白子が。そうか。俺また力を使いすぎちゃったのかな。まあレックス、俺とあの義経ってやつの違いは何だと思う？そりゃあいつはホムラを狙う悪いやつで、バンダムさんはいい人？そいつはありがたいこったが、どっちも違いはないって言ったらどうする？村の連中は義のために戦をしてると信じている。けどな、義のある戦なんて存在しねえんだ。義なんて言葉はな、手前勝手な狂弁よ。戦は戦、自分を守ろうとすればするほどそこには対立が生じる。それが拡大したのが戦だ。つまり俺には俺の、奴には奴の戦があるってことだ。でもあいつのやってることは。当然だ、法廷なんかしねえよ。レックス、戦は力だ。だが力はそれを使う者の心の形でいかようにも変化する。力を恐れ守ることを放棄ししまったらそこで終わりだ。何が正しくて何が間違ってるかなんて誰にも決められねえ。ならとことんお前の大事なものを守れ。大事なもの？それがお前の戦だ。俺の戦。おはようございます。ホムラ、もういいの？はい、たっぷり寝ましたから。そっか、よかった。それよりニアがレックスに話があるって。ニアが？さあレックスに話して。ああ、あのさレックス、ちょっと付き合ってほしいんだ。付き合うってどこへ？バンダムんとこ。義経たちとのことさ、ちゃんと話しときたくって。ああ、それいいよ、俺でよければ。助かるよ。ニア、最初は一人で行くって言ってたんですけど、レックスもいた方がいいんじゃないかって私が。いや、正直いてくれると助かる。あのおっさん、見た目怖すぎだからさ。確かに。おい、お前ら、どうしてこんな朝っぱらから。いや、昨日は助かったよ、あんたがいてくれて。それでね、あの義経ってやつ、あいつのことなんだけどさ、私さ、実はあいつとなんか傭兵をやってるとな、いろんな事情を持ったやつと出会うんだ。え？国のため、家族のため、金のため、さまざまな理由で戦ってるやつらとな。中には胸に妙なクリスタルこさえて、彼女のためだなんて変わったやつまでいる。お、俺？いや、俺はただ。ニア、お前は今こいつらと共にいる。ならそれでいいじゃねえか。バンダム、あんたは？それよりレックス、楽園に行きたいって言ってたよな。うん、でも正直困ってる。世界人の近くにあんなのがいたんじゃ誰も近づけないよ。紹介の飛行船で渡ろうとしても落とされちゃうだろうし。インビディアウォートに俺の古い知り合いがいる。
そいつなら生き方を知ってるかもしれん。本当に？うん。ちょうどオートに行く用事がある。ついでに紹介してやるよ。ありがとう、バンダムさん。なに？これも何かの縁だ。気にするな。準備ができたら村の入り口へ来い。そこで待ってる。じゃあ行ってくる。ユウ、ズオ、留守中よろしくな。ガッテン、村のことは任されたっす。おやさ、なんか生き生きしてるな。へへへ、まあな。頼んだぜ。天の聖杯の噂、ほんまもんみたいやな。誰だ？ガキのくせに一丁前にしよってからに、ボンには荷が重いわ。わいが天の聖杯のドライバーになったるさかい、その娘、今すぐ私や。え、何？バンダムさん、またあの下りやるの？俺はあんな奴知らんぞ。ふん。まさか、お前は。ふん。誰？お前のことを知らんやと？ほんどれ、どこのドライバーや。ワイの名はシーク・ビー・アルティメット・ゲン。曲と書いてアルティメットと読む、アルスト最強のドライバーや。ワイのブレード最下月剣、自伝三式号のサビになりたいんやったら、かかってこんかい。いや、いい。いいって。あ、ちょちょ、ほんどれ、ちょっと待てや。なんだよ、めんどくさいやつだね。お前ら、お前ら3人をなめとんのか。3人って2人じゃん。あと1人は？あ、決まってるやんけ。わいらのアイドル、この亀吉が見えへんのか。うんて、あれ、亀吉、亀吉、どこ行った？亀吉！かわいい。どうしたの？こんなところに君一人で。あは、亀吉！何勝手に触っとんねん。
いつ、ホムラごと連れてけばいいのに、なんでわざわざ亀だけ持ってったんだ。さあ、バカなんだろ。まあええわ。とにかくそいつはワイのもんや。いややったら実力でこのワイを倒してみや。うわ、こいつマジモンだ。なかなかやりよるな。けどな、ワイの究極アルティメット技を見たら、その薄ら笑いも凍りつくで。笑ってないし、っていうか究極とアルティメットかぶってるし。行くで。うるや。凍りき降臨、アルティメットライジングスラッシュや。何だったんだあいつら。さあ、バカなんだろう。稀に見るな。行こう行こう、時間がもったいないよ。ですね。スペルビアとの海戦の噂、いよいよ本当かもしれませんね。ここんところ軍備を拡張していたからな。戦艦の数も増えている。それにしてもヘンテコな形の船ですもん。むやみにアルスを改造することなく兵器として運用する、自然主義のインビディアの特徴だな。紹介でもたくさんのインビディア戦を見たけど、スペルビアとは運用思想が真逆なんだよね。だからこそ争いも起こりやすいというわけですね。昔から犬猿の仲じゃったからの。はためにはスペルビアの方が印象悪いよね。ゴテゴテ機械をくっつけちゃってさ。はためにはな。じゃが当の本人は意に介しておらんじゃろ。あんだけ痛そうな改造されても。アルスは人と共にある、そういうもんじゃからな。はあ、わしなんて背中に小屋を建てられたり、尻にクレーンを刺されたり、七輪を焚かれたりしても文句一つ言ったことがないぞ。七輪は喜んでたじゃないか。あれは気持ちが良かったの。またやってくれんかの。今やったらアルスの丸焼きになっちゃうよ。確かに。あれは配給所だ。少ない物資を国の管理下で分け与えているんだが、ほとんど早い者勝ちってのが実情さ。よし、今日はこれで最後だ。俺は国のために働いた兵士だぞ。優先的に配給を受け取る権利があるはずだ。なんだよその目は。子供は大人の言うことを聞いてればいいんだよ。大丈夫？なんてことするんですか、こんな小さな子に。何？なんだお前ら。レックス、余計なことに首を突っ込むなって。大人の言うことを聞けって。あんたこそ子供のために我慢しろよ。うるせえ。
俺の何が分かれてんだよ。なんて強さだ。その怖クリスタルの色、まさか。いかんな、ありゃ仲間を呼びに行ったぞ。あんな一階の兵士まで知ってるとは、こりゃ相当ホムラの噂が広まってるな。ごめんなさい、ローブ羽織っておくべきでした。誰が広めてるですも。俺が聞いた話じゃ、どっかのノポンの豪商だって話だが。ノポンの豪商？バンダムのおじちゃん？え？お前、もしかしてイオンか？見違えたぞ。コールのじいさんは元気か？そうか、あまり良くないか。バンダムさん？ああ、この子はイオン。俺の知り合いんとこの子だ。よろしくね、イオンちゃん。移動しよう。兵士が戻ってくると厄介だ。おや、ここは劇場のようですが。うん、俺の知り合いな、ここの劇団で座長をやってるんだ。へえ、劇団か。今の時間はちょうど公演中か。ついでだ、劇を覗いていこうや。英雄アデルの生涯、なんだか興味深いですね。俺演劇って見たことないや。トラもないもん。入るぞ。客も結構いるようだ。中では静かにしてるんだぞ。はーい。その時私は見た、暗黒の力が全てを飲み込む様を。人もアルスも暗黒の渦へと飲み込まれていく姿を。このままでは世界は終わる、終わってしまう。だがその時、満身創痍の身を起こし、我が師英雄アデルは決断したのだった。神よ、我に力を。暗黒を焼き払い、世界を照らす光の力を。あなたは天の聖杯、神のしもべ。どうか我に力を、この世界に光を。こうして暗黒は払われた。しかしその代償は大きかった。多くの大陸が雲海の底へと沈んでいったのだ。神のしもべよ、そなたのおかげで世界は救われた。その命の代償、我が償おう。我は語り継ぐ、そなたの伝説を。我の名とともに永遠に。Thank you.
ちょっとまずくない？まずいって何が？だって今のあれホムラのことだろ。なんでよりによって演目があれなの？知らないよそんなこと。あんたちゃんとフォローしときなよ。フォローってどうやって？そんなの自分で考えなよ。なんだよそれ。 あのさ今の舞台さ、すごかったですね。布がまるで本当の雲みたいに動いて、あれどうやってるんでしょうね。すごかったよねあの雲、すごかったな。で、何言っとるんじゃお前は。殴ることないだろ。わかんないよどう言ったらいいのかなんて。入るぜじいさん。おいおい、また増えたんじゃないか。なんだバンダムか。人の趣味にケチをつけるな。戦友相手になんだはねえだろう。戦友？ああ、傭兵団を作る前はフリーでな、若さに任せてコールのじいさんとあちこちの戦場を駆け巡ったもんさ。情にほだされてすぐロハにする誰かのおかげで金にはならんかったがな。そりゃお互い様だろう。劇団なんか始めやがって。で、今日は何の用だ？じいさん、無駄に長く生きちゃいないだろう。知らないか？世界中に渡る方法を、楽園への生き方を。楽園だと？行ってどうする？あそこには…そのコアクリスタル、あんたは、あんたが目覚めたってことは、ドライバーは…俺さ。お前が、まさか子供とは。どうだじいさん、知っていたら教えてくれんか。世界中への渡り方を聞きに来たということは、一度は行ってみたんだな。うん、でもダメだった。だろうな。あれがいる限り誰一人として世界中には渡れん。あれは世界中を守っている。だがかつてただ一人だけ世界中を登り神に会いに行った者がいる。世界中？本当に？うん。その男ならあれのことを、世界中への渡り方を知っているかもしれん。それは誰？コールさん、教えてくれ。俺はどうしても楽園に行きたいんだ。教えてもいいが、その前に二人だけで話をさせてくれないか。そこの天の聖杯とホムラと。わかりました。奥へ。コールさんなんでしょ、あの物語を書いたのは。すまなかったな、思い出させてしまったか。いいえ、とても懐かしかった。無理せんでいい。本当にすまなかった。残したかったんだ、あの時のことを誰かに伝えたかった。あの時のわしらの姿を。再び使うのか、あの力を。わかりません。この世界二度は耐えられんぞ。わかっています。できれば使わないでいたい、そう願っています。でも世界中への生き方を知っているのはあの男だけだ。会えるのか、あの男に。それを確かめたかった。
会います。それが私の運命ならば。そうか、さっきの少年レックスって言います。とっても元気で優しい人です。どことなく似ているな。ええ、わかった、力を貸そう。ありがとう、ミノチさん。ミノチか、その名忘れていたよ。さて、どこにしまったかな。おじいちゃん大丈夫か、じいさん。大丈夫だ、すぐ収まる。心配ない。心配ない。今日は引き上げた方が良さそうだな。悪かったな、じいさん。いや、良ければ明日また来てくれ。渡したいものがある。行くぞ、宿のあてはある。本当に今日は懐かしいことばかりだ。言っとくが、同窓会をしたくて来たわけじゃねえぜ。天の聖杯ならもう旅立ったよ。同じ根を持つ者よ。ふっ、抜け抜けと。随分とお体の具合が悪いようですね。この町にはいい医者も力を持ったブレイドもいないようだ。僕とカムイならその体に滞ったエーテルの流れを正常に戻せる。あなたの命を流れさせることができるんです。無粋な取引だと思われたくありませんが、あなたにとって悪い話ではないはずです。僕たちにちょっとだけ力を貸してください。そうすればあなたはまだ生き続けることができる。己の性に固執することなどもうありえんよ。わしは十分に生きた。引き取った難民の子供たちが悲しみますよ。子供たちは皆強い子だ。茶番ですね。この上もなく陳腐なセリフだ。残念です。どうした？出てきてください。先ほどの話聞いていたのでしょ。あなたならおじいちゃんを助けられる？もちろん助かるよ。そう、ほんのちょっとだけ力を貸してくれるだけでいいんだ。ここはあなたが来るところじゃない。釣れないな。俺にだってここに来る権利はある。昔話をしに来たわけではなさそうね。ふミノチのところのガキを預かっている。お前が目覚めた場所まで来い。覚えているよな。もちろん一人でな。
イレかな。じいさん、どうしたんだ。イオンがいなくなった。 おそらく奴らだ。奴らって？お前たちが帰った後、メツと、もう一人の男がわしのところに。メツだって？もう一人って誰？名は知らん。赤いメガネをした男だ。義経か。でも何が目的であいつらイオンを。まさか。ニア、ホムラは？私が起きた時にはいなかった。え？誰も会ってないの？ホムラ、もしかしてイオンのことを知っていたんじゃ。あり得る話だ。あの二人ならば。バカ野郎、一人で助けに行ったのか。でもどこに？書き置きとかは？ない。あったら気がつくよ。場所はわかる。おそらくはカラムの遺跡。カラムの遺跡？500年前、英雄アデルが率いた抵抗軍決起の地。天の聖杯が目覚めた場所だ。メツのことだ。天の聖杯を誘い出すとすればそこしかない。コールさん、カラムの遺跡はどこ？大階段を登った先だ。バンダムさん。おう、親父、このじいさんを頼む。へい、へい。急ごう。今からなら追いつけるかもしれない。集体だな。いつまでその姿でいるつもりだ。どんな姿でいようと関係ない。これが今の私。あの子はどこ？義経ほどゲスじゃないんだな。ゲスだってさ。喉元に刃物でも突き立てた方が効果的だってのに。知りませんよ。俺の目的は分かってるよな。あの人もシンも同じなの。俺はあいつのために存在している。それが答えだ。そう。その目、気に入らない。へっ！大丈夫。ホムラが一人で戦ってるんだ。でも近い。すぐそこだ。おやおや、どっちがゲスなんだか。まだその目をするか。どこから来るんだその自信は。一人でも使えるってか、あの力を。私は使わない。あなたにも使わせない。ドライバーなしでよくやりますね。ふん、俺の力を忘れたか。今のお前じゃ俺は倒せんぞ。なら俺がぶっ倒してやるよ。小僧。レックス、みんな。バンダムさん、イオンを。おう。こいつらは俺たちが引き受ける。ほらごらん、こうなる。たく世話が焼けますね。カムイ、やるよ。待ってたにゃん。やれやれ、こんな陳腐な物語には過ぎた演出なのですが。へ
なこけ落としに。ダメ、レックス。何？ブレイドは空間に存在するエーテルエネルギーを武器のクリスタルへと送り込んで力を発生させている。僕たちにはその流れさえも操ることができる。あれはまずいぞ。くそ、武器からどんどん力が抜けていく。ダメです、お嬢様に力を送れない。ご主人、調子がおかしいですもん。お前ら、なんでホムラを欲しがるんだ。愚問ですね。天の聖杯の力が欲しいからですよ。真の望み、すべての人間を抹殺するためにね。本当にシンが言ったの？人間はすべて抹殺するって。今さらだね。分かっていたはずだ、君には人間の本当の姿が。バカ野郎、止まるな。見ただろ、王都。スペルビアに攻め入るための船、武器、兵士、生きるのに精一杯な連中、実に滑稽な姿じゃないか。今じゃ世界のどこにもあんなものがうじゃうじゃある。今だけじゃねえぜ、500年前からちっとも変わってねえ。そりゃ親父も見放すさ。いいえ、変わってないのはあなた。父様、人間の抹殺なんて望んでない。なら俺たちはなぜ存在する？おかしいだろ。俺たちはこいつらを消し去るためにこの世界に降誕したんだからな。これは奴のブレードからじゃない。まさか。面倒くせえから終わりにするぞ。よいっすね。同感です。女を殴るのはいい気はしねえな。切り刻んでおいてよく言うよ。ね、渡さねえぞ。くっ、領域外からの攻撃か。バンタムさん。あの王道でもね、そんな位置からの豆鉄砲、いくら撃ったところで当たりっこしませんよ。そんなことは百も承知だ。いいかレックス、ブレードの武器にはなこういう使い方もある。貴様、まさか武器に残ったエネルギーを直接体内に。こうすりゃエーテルの流れなんかは関係ねえってわけだ。どりゃできるわけないだろう。
レックス、死なないんだろう、死ねないんだろう。だからこんなところにいるんじゃねえ。生きて、生き延びて、楽園に行くんだ。行かせねえよ。終わりだ。イカレックス、お前の戦を戦え。バンダムさん、やれやれ、とんだ茶番だ。レックス、よくもバンダムさんを、バンダムさんを。ダメ、逃げて。鬱陶しいぞ、小僧。こんなところで。レックス、兄貴。こんなところで。消し止め。これは、そんなものになったからって、なんだってんだ。バカ野郎、上だ。私はホムラじゃない。え、私は光。ホムラは私が作り出したもう一つの人格。人格って、よそ見しない。ああ、集中して。君が集中してくれないと私から力を渡せない。バカだ。僕の力がまるで役に立たない。ここからあれだけの力を。足りねえだ。あいつの力の源はエーテルじゃねえ。エーテルじゃない。その姿いいぜ、光。高鳴ってきた。行くわよ。これは因果律予測。因果律、未来に起こる出来事を視覚化してるの。彼らの動きの軌跡、その先を読んで反撃して。わかった。バカだ。あれを避けられるはずか。気をそらすな。続けてくるぞ。隙だらけだぞ。明らかが なんだこいつらの連携は。これじゃ対処もしようがない。これが天の聖杯の本当の力だ。
懐かしいぜ。待ってたんだよ、この時をずっと。なあ、光！ガンダムさん、